こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、J コム男の本名ですね。というのが、たまたま、ネットを見たら出てきたんで、へえ、森さんというんだと、ね、フジラテックス、創業者のね、岡本さん、で、自社、持ち株会、銀行、その次にね、いきなり大株主に出てくる、すごいですね、方がいらっしゃいます。で、なんと、当然というかビッグイベント、日本郵政でも稼いだと。いっぱいあんなと思って数えたらですね、4億7840万円、日本郵政1社で稼いでる。さらに、ゆうちょ銀行が6200万。稼ぐもんですね。やっぱり、投資で動きの早い人は、すごい稼げるんだなと思いました。動きが早いというかですね、読みが正確というか、読み違いが冷酷にね、他人のように切れるというか、普通の神経してたらこんなに稼げないですけど、いや、すごい稼ぐ人は稼ぐんだなぁなんて思って見てたらですね、名前も出てたと。ね、森さん会。堀さんと一字違いだなぁなんてね、くだらないことを思いつつ、なるほど、このイベントで5億3000万、サクッと稼がれたんだなと思って、それでどうしましたというとね、どうしましたということもないんですけど、投資はすごい儲かるという話ではなくてですね、稀にすごい人はこれだけ儲けられると。でも、良い子の皆さんは普通に真似しても稼げないんで、転売でコツコツ稼ぎましょうというお話でございました。以上、転売を堀秀夫でした。